映画サイキックス王の災難より山崎賢人さん、新井博文さんです。どうぞ大きな握手でお迎えください。今回は一般の方から聞いてみたいことを募集いたしました。お互いの好きなところはどんなところですか？うちね、山崎賢人君の好きなところはこんだけかっこいいのに、やっぱ愛嬌ですかね。男の子から先輩から見てもすごい可愛らしい、うち全然ホモじゃないけど全然女好きだけど、山崎君はすごい可愛い、嬉しいですね。嬉しいですじゃ逆に山崎さん、新井さんの好きなところはどんなところですか？すごく現場でもこうフラットに接してくださって優しいですね、やっぱり。次行きたいと思います。粘土と佐伯の一番頑張ったところ。初めてワイヤーに釣られてハーネスね。ハーネスあれね、結構ね、はい、すごいんですよ、食い込みがね。あれやんないと分かんないんだよね。そうそうそう、たまに女の人でやられてるとどうなってんのかなってドキドキしちゃうねハーネスあれ、ハーネス。そっか、新井さんがツイッターで麻生先生にこう似顔絵を描いた色紙を持ってくるようにというような内容のツイッターをされてたかと思うんですけれども、はい、実はこんなものを。うわぁ、はい、ちょっと待って、新井博文さん、え、なんで1枚なの？1枚絶対山崎くんじゃんこれ止まったら。いや当然だよそりゃ。あとでちょっとまた言っときますね、文句ね。お前なんで1枚なんだよってなんで1枚なの普通2枚書くよねそうですね、お一方ずつじゃないっていうこのまとめられてしまった感は否めないんですけれども、はい、すごい、でもすごい嬉しい、すごい嬉しいです。そうなんです、きちんとお名前も書いてありまして、はい、ということで。も確かに似てる、原作とちょっと違うね、すごい。そうなんです。ということで実はこれサプライズでした。成功しました、ありがとうございますはい、お願いします。